品物が見えないから、あの火の色で、判断しなければいけません。もうそれは勘ですね。もうあの長く叩くとやはりお昼とか食べる時に手が震えてきたりとかですね、あの箸を持ったら箸が離れなくなったりとかしてました。昔ですとこれが刀に魂を入れるということなんです。一番刀の魅力が一番最初に見れる場所なんで、